和光大学教授の山本由美さん、お願いいたします。私は和光大学の教員ですが、東京自治問題研究所の理事長もしていて、先月徹底検証東京都政巨大 再開発 DXGX で東京の街自然が壊されるという本を、たくさんのメンバーで書きました。でこの本を、出た次の日に蓮舫さんは、山岸さんから受け取って政策に反映してくれました。給食費の全都無償化であるとか、教員不足解消であるとか、公務員の正規雇用とか、たくさんの論点が、蓮舫さんの政策に盛り込まれました。私は小池都政の本質は巨大再開発で民間企業のディベロッパーを儲けさせるために公共を売り渡し自然を破壊することだと考えています。この石神公園駅前でもひどい再開発が行われています。東京という都市で積み重ねられてきた文化、歴史、環境、地域コミュニティの普通の人々の生活を破壊させるものであり、小池都政が進めているのは絶対悪です。小池都政の8年間で東京は様変わりしてしまいました。再開発路線を小池都政が確立させ、容積率緩和という錬金術を駆使して、都内の公共用地や従来であれば高層ビルなど建てられない公園や公共住宅をディベロッパーに売り渡して自然を破壊してきました。その象徴である明治神宮外苑では、このままでは3000本の樹木が伐採されてしまいます。そこだけではなく、臨海部で、日比谷公園で、都内各地で、そしてこの石神公園南口で、地域を壊す、コミュニティを壊す再開発が進められてきたのです。この路線を蓮舫さんによってぜひ止めていただきたいと思います。石神公園南口開発では、3月13日に東京地裁は判決が出る5月までの土地明け渡し執行停止を決定したことは、東京都では画期的なことでした。東京の再開発に穴を開ける一つの動きが練馬区で起きたということは、すごく評価すべきことだと思います。それは行政と住民の景観計画という話し合いで、35メートル以上の建物は建てないということを石神の住民と行政が長年約束してきたことでした。それを覆して、105メートル、じゃあ今は 99.8 メートルと言っていますが、高層ビルを建てて地域から、そこに住んでいた人たちを追い払うような改革を進めるべきではありません。ただ、裁判が引き延ばされて、さらに土地が更地にされ、建物が解体されてしまいました。それに対して小池都知事は、再開発は争点ではありません、東京外苑再開発は争点ではありませんと言っています。どうしてそんなことが言えるのでしょうか。もしそうだというならば、再開発をすぐにやめて石神公園駅前を元の現状回復してほしいというふうに思っています。裁判に負けたら控訴しないでほしいです。地域をまた住民の手に取り戻してほしいです。小池都政は、この8年間の間に5兆250円もの税金をだぶつかせて、本来であれば、医療とか福祉とかさまざまなことに使わなければならないものを使っていません。給食費も一番貧困の多摩の支部では、無償化することができません。そのような格差や差別を持ち込むような政策を、人間に対する冷たい政策を小池都政は進めています。ぜひ蓮舫さんに新しい都政を切り開き、住民の声を反映した東京都、私たちが本当に作りたい大企業の操り人形のような人に都政を任せるわけにはいかないのです。ぜひ皆さんで蓮舫さんを応援していきましょう。この後蓮舫さん出ていらっしゃいます。よろしくお願いします。東京都の財政 8.5 兆円一般会計、特別会計入れると約16兆円、 16.6 兆円、これが何に使われているかというのは残念ながら報道されないんです。国政は報道されるでしょ。でも都政のことは報道されない。自分から調べないとわからない。そうするとどういうことになるのか、格差のある予算付けが当たり前に行われるんですよ。昨日私、伊豆大島、大島町に行ってきました。島民の人たちと話をしてきた。もしかしたら島しょ部からこっちの練馬に引っ越しをして暮らしている方もいるかもしれない。火山島に住む人たちのリスク、
最近の温暖化、台風による本当に命が失われるリスク、いろいろなことを聞いてきました。大島町には医療センターがあるけれどもない診療科があると。そうすると片道高速線1時間40分お金をかけて東京のこちらが港区側にやってきて、病院に行って時としては泊まって、翌日も診療を受けてまた船代をかけて帰っていく、同じ医療保険料を払っているのに負担が多いという声も耳にしました。この島の予算いくらなのかと調べたら、大島町は1年間の島の予算90億です。11カ所ある島の予算全部合わせて400億です。それでなんとかやってくれ。いいですか、プロジェクションマッピング2年間関連予算48億円です。大島町の半分の歳出がそれで消化をされている。私はこのバランスはどうなんだろうと改めて思いました。あるいは報道されて東京都の水道局にも調べて聞きました。水道代が払えない、水道代を払わない、そして水道が止められる、これを自己責任と解決することも一言で切ることもできます。本当に払えないのに払ってなくて止められるのは自己責任でしょう。でもこの不安定な生活、物価が上がって給料が下がって生活できなくて本当に払えない人たちに東京都は外部委託をして検診の人が行って話をして払ってくれと説得をする。それが行革だと言って郵便に書いたそうです。ポストに入ってる。ある日突然止まる。都の担当者は一回止まるとすぐ払ってくれるというような説明をする。本当なんだろうか。命の水を選択して食べ物を切ったんじゃないですか。命の水を選択して何かを諦めたんじゃないですか。このことによって7億円浮いたのが行革だと言うんです。7億ですよ。これは行革じゃない。この7億があれば、そこに人を派遣しているのであれば、隣の福祉局と福祉部局と一緒になって検診の時について行って、この人に福祉の相談案内をして救える道をその人にお示しをしてあげることこそが本当の意味でのお金の使い方じゃないでしょうか。もうお金を削って行革だというのはやめましょう。行政改革は手段なんです。そこで足りないものがあったら予算をさらに増やす。そこに間違いがあるのであれば予算を削る。その先に経済効果、政策効果、波及効果を見ていくのが蓮舫のやりたい行革、本物の行政改革です。驚いたことに、この東京都の水道局が委託をしている株式会社、そこは株の8割を東京都が持っている。常勤2人は東京都の水道局の天下り、そこのトップはかつて都民ファーストの代表を務めた現職の知事の側近です。まだこんなことをやってるんだろうか。まだこんなもたれ合いというのをやってるんだろうか。行革のしがいがあると思いませんか皆さん。ここは任せてくださいよ。私の最も得意なところです。私は行革をしながら種をまきたい。若い人たちが何かを諦めないで住む国を作る、東京都を作りたい。小池さんは光に光を当てるのは得意です。さらにその説明にカタカナを使ってやってる顔を出すのも得意です。でも私は光と影があるのであれば格差の影に光を当てて、影が薄くなってその人が一人で立って歩けるようになるまで光を当てる、そういう都知事になりたいと思っております。私の挑戦を皆さん支えてくれませんか。この選挙戦、戦えば戦うほど勝ちたい、もっともっとやれる、もっともっとやれることがある、都知事になって東京をもっと良くする、ぜひあなたと次の東京へその景色を一緒に見たいと思います。どうか最後までお支えください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
7月1日発売ですが、高校生からわかる日本経済というご本なんですが、これはどんなご本なんでしょうか。まあ、一言で言うと、アベノミクスに対する批判の本で、副題がなぜ日本は貧しくなるのかっていうタイトルなんですね。で、教えてほしいわ。私がね、書いた本の中でね、一番わかりやすい本だと自分してます。高校生からわかるって歌ってますね。そう、はい、最初はね、中学生って言ったんだけど、それは無理かなと思いながら、なるほど。161円に円安が進んじゃう。ちょっとこの161円をどう止まるの、はい、いや止まんなくなってるよね。で給料は上がらないわ、円安にはなるわって、物価だけが上がってくっていう、物価だけ上がって、もう今日の新聞でも値上がり品目ものすごいことになってたよ。そりゃそうですよ。だからもうちょっと今日全体のテーマはね、今日は巨悪がさらされてきたっていうタイトルなんだけど、はい、いよいよアベノミクスの失敗のツケがこれだけ出てきてんのに、メディアは公然とアベノミクスのせいだっていうことを、言わないんだよね。何が原因なんだか分かんないっていう。金利差があるとかさ、取ってつけたように、まあ、表面的な理由だけを伸びていて、これかなりさっきも不安なように、金利も今 1% 超えてきたんですよ。誘導金利の上限超えてきたんで。もうなんか怖いよ、もうこの。怖い怖い。円安は。ていうか、日銀がこの国債を買い支えたら、今度また円安がバッといっちゃうわけじゃないですか。はいはい。で、円安のために、円買いドル売り介入をやれば、すると、もう 9.7 兆円使ってて、ドル現金はもう半分近くなくなってるから。それでも円高になんない。そう、そうすると、そこを突き始めたら、それこそもう、投機筋から、ああ、もうそこが見えたっていう形で止まんなくなっちゃうんですよ。本当に今 9.5 兆円っていうか言ったけど、このお金ってあとどのくらいあるの？全体で現金ドル現金は24兆円で、はい、まあ1年経てばね、それはドルの国債の配当金とかね、償還金とかあるから一定出てくるんだけど、それでも半分近く使われてるから、やっぱり介入してもあと何回しか介入できないって分かっちゃってるから、そういうのも影響するんだ。そう。それと、あれで介入しても円高に触れないっていう。そうそう。両方。で、結局、財源のないまま防衛費が膨張していて、で、大量に金融緩和をしちゃったために、日銀が大量に国債抱えてるので、金利をうんと上げられないという状況の足元から見てるわけだ。そうすると、円安インフレになると、ますます防衛費は輸入してるからさ。はい。どんどん上がっていっちゃうから、ね、泥沼になっちゃう。食べ物だって輸入にすごい頼ってるじゃん。アベノミクスをずっと支えてきた人たちは、今でもデフレだとか言ってもさ、ちょっと待ってくれと、理論が正しくて現実は間違ってるっていうことは説明としておかしいだろうっていう。国インフレだよね。インフレ。で、しかも苦しい、みんな。長いから。はいはい、もう2年以上続いてるから。非常に苦しい。もともと実質賃金下がってんのに、インフレだから、さらに実質賃金が下がってるから非常に厳しいと思いますね。どうすんの？本当ね。だからもう長期的には防衛費を削りながら、なんかほら、消費税増税分をみんな法人税減税に使っちゃったじゃない。あれを元に戻したり、いろんな工夫をしながら、だってもう急に変えられないんだもん、このアベノミクスのおかげで。だからそういうことをやりながら、少しずつ補正しながら、みんな苦しい人を助けていく政策に変えていく。それしかないんだよね。でもこれ、ずっとここまで来て、もうこれで変えられないってことになったら、もっともっとこれが進行するっていう話だよね。いや、そうするとトルコみたいな、はい、インフレ率いまだに7割とか8割とかね、はいはい、もうそしたらもう経済破綻でしょ。だからそれに近いのをどうやって防ぐかっていうのが今の現状だよね。円が安くなっているっていう意味は、円が紙くずに近づいてるって話。いや、今はそういう状態だと思います。紙く価値がなくなってきて、本当にしっかりなんか弱い人とかそういう人たち守る体制整えないと。そう、だから本当はね、今のままの政権だともうほとんどダメじゃないですか。法人税減税はやったまんま、それで円安インフレで経団連企業だけ儲かって、みんなインフレで苦しくなってる中小企業とかね、非正規とか、そういうのをどうやって政策転換していくかって、徐々にやっていくしかないのが苦しい状態。このぐらい10年もやっちゃったんだよ。
一つの手段は法人税を上げるっていう方向は取れないの？取れると思いますよ、うん、上げるっていうより戻すんですよ。戻す。だって、うん、あれだけ減税したのに、はい、みんな内部留保ばっかり溜め込んで、うん、おまけにどん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 先端産業から遅れていくわさ、もう全然産業が競争力を失っていくわ。じゃあ何やってたの？賃金も上げないわみたいな、ね、何やってたの？本当そういうことだよね。だから政策が無効だったんですよ、アベノミクスっていうのは。だからもうそういうのを含めてね、うん、今の状況を考えると僕は問題は巨悪がだんだんさらされてると、うん、はい、この経済政策の破綻もそうだけど、うん、はい、で僕は都知事選で非常に危機感持ってるのはこのごまかしがね非常にひどい。あの小池さん悪いけど逃げまくってる。だって普通考えられないですよ、公約を公表するのにオンラインでやるとか、うん、広くやったんですって、うん、質問ができないじゃん。そうじゃ、そうですね、そうとか、その第一声がその別に離島行くことは悪いことじゃないけど、まあ、5年ぶりに行ってさ、それから奥多摩行ってさ、そのなんていうの、多くの人のヤジを受けるっていうような、そういう姿を晒すのが嫌なわけでしょ。だからそういうやり方っていうかな、大勢が来ないひたすら批判されないために逃げるっていう。で僕はちょっとメディアが危険だと思うのは、野党統一候補のブームが起きないような情報ばっかり流して、うん、その写真を貼っつけたり候補が乱立したり、ああいう話題ばっかり取り上げて、はい、本当の争点取り上げてないわけです。で朝日の世論調査で小池さんの当選の実績について、うん、あ大いに評価するは 6%だけど、ある程度評価するがなんと 63% もいるんだよ。何にも知らないんだよこれ。例えば確かに保育料のね、うん、あの減免とかいうのはあるんだけど、だ別に東京都の 財源が非常に豊かだから簡単にできることなんだ、うん、でむしろ問題はあの大手不動産会社との癒着の問題とか、タリメフラッグにあの都有地を異常に安い値段で割り引いたとか、うん、森友問題じゃない、当選の。そうだね。ああいうのをほとんど知らないのね。あの、きちんと報道しないから。私さ、ネットニュース見てたらびっくりしたんだけど、ひどいんだよ、メディアが。だってさ、2位にもなれないかもみたいな報道があるのよ。そうそう。全然石丸さんと調査で離れてるのに、絶対盛り上げよう、盛り上げようってしないんだよね。そう、わざとそういうことで、そういう人が来ないようにしてる。で、僕は問題なのは、大手不動産の問題っていうのは、うん、例えばみんな事実を見てほしいの。でもその23区の新築マンションが7割上がったのよ、6年間で。あ、要は8年間か、はい、それで1億円を超えてるわけ。1億4000万円、はいはい、あ、4000万円になってるわけ。もう新築は買えません。そう、マンションの賃貸価格が19万円なわけ。もう絶対子供なんかできないよ。 0.99、 出生率が 0.99 になるの分かるじゃん。これ一つ見てどうしてこういうことを、大型不動産との癒着の問題がね、大型開発がなんで少子化になってるかっていうのは一目瞭然なんで、そのことをしっかりあの考えていかなきゃいけないってことを、うん、あのメディアがやらないから、あえてもう一回ね強調したいなというふうに思ってます。はい、わかりました、うん、ありがとうございました。金子勝さんでした。